2008年ラーメン早食い、2009年かき氷早食い、そして2010年新たな早食い伝説が幕を開ける。早食い選手権ハンバーガーラウンドでございます。ね、もう説明いりません。この企画はですね、実は今年この D1 グランプリの中でシリーズ展開でございますね。ということでこれがまず最初ラウンド1開幕戦ということですので、ぜひ皆さん最後まで見ていっていただきたいと思います。さあそれではチームの入場です。皆さん大きな拍手を持ってお迎えください。まずはチーム横浜、スワゴーのぶしげ&エグザイテル早食い無敵艦隊チーム横浜。ヘビー級の両名、トップバッター熊久保が他を圧倒した後で登場のメカニックイグサ。人間掃除機と化したやつの前ではラーメンは飲み物となる。ラーメン対決を圧勝で終えた後、イグサのシングル戦で迎えたかき氷早食い、余裕のおとと食いで貫禄の2連勝。優勝候補筆頭はこいつらだ。オートポリスには2連覇に来たんで、2連覇で D1 なんかどうでもいいですよさあ続いてまいりましょう。チームダンロップ、日々のテチア&ジャックナイファーマサヤ。リーダーは野村健です。なんでこういっぱいいるんだよこのチームは。早食い強肩タッグチームダンロップ、野村健阿部ちゃんタッグで出場のラーメン戦。阿部ちゃんが懸命にタスキをつなぐもエース野村健がまさかのブレーキで敗北。続くかき氷戦はジャックナイファーマサヤ登場。激痛に顔を歪めながらも根性を見せ、チーム横浜に続く準優勝を飾った。日比野さん一言。このために来た。嘘だよ嘘だよ嘘。お前もよく言うしさ続いてはチーム東洋のお二人です。川本雅人さんと末永雅人が、やだな焼酎持って。早食いジェントルマンチーム東洋、ラーメン戦かき氷戦と2連続で参戦しているものの存在感を示すことはできず、早食いバトルではおとなしいイメージしか残せていない。単なる数合わせ感満点だったが、初のマサとマサオタッグでチーム横浜の牙城を崩すことができるか。それどうするんですか、飲むんですか。いや、こう喉詰まったらこれ飲む。それじゃあ今の水じゃ半端ない。水なんか飲んでられない。さあ続いて最後、最後話長いじゃん。早くしろよ。怖い怖い。腹減ってんだよ。早食いクレーマーチームグッドイオン。暑いだゆっくり食わせろだ、クレーム満載の時田。相方手塚は吹き出しながらも淡々と仕事をこなし、結果ラーメン戦は2位を獲得。続くかき氷戦、頭が痛いと MC マサに食わせる暴挙に出た。今回も場外乱闘はあるのか。一応目標はあそこチーム横浜。無理でしょ。無理あそこは勝てないということでですね、これ2屋メーカー対抗4メーカー連れてきたんですが、当然ハンバーガーということで、これはですね、この人たち本場がいないと始まらないということで、宴会じゃねえんだよお前ら。ちょっとちょっとちょっと、プラス1チーム強敵でございます。チーム USA きたー。マイケル・ポラット&パトリック・モヨダ。逆輸入早食いタッグチーム USA。あっちじゃ丼飯代わりにハンバーガーを食うってことで、本場アメリカから遠征してきたチーム USA。 初参戦ということで実力は未知数だが、走り同様豪快な食いっぷりを見せるだろう。言うまでもなく今大会をかき乱しチーム横浜を倒す最有力となる。では一言。ハンバーガー俺もうドリフトやってるやつって嫌だ。ルールは簡単、チームで4個のハンバーガーを最初にお口へ詰め込んだチームの勝ち。さあそれでは参りましょう、ハンバーガーラウンド。それではレディーゴー。
食い方してます。このマクボが水につけながらの食い方。さあそしてイグサが丸飲み、イグサが丸飲み、まるでジュースのようにハンバーガーを食っている。なんだこいつ。早速格の違いを見せるイグサ、拳大のハンバーガーをと飲みねっとる。ハンバーガーといえどもイグサにとっては飲み物なのか。吸引力の衰えない唯一の人間、イグサに資格なし。わけわかんねえ男だ。さあダンロップはダメダメと言っていますが、さあアメリカはどうでしょうか。お、意外に普通に食ってるぞ、意外に普通に食ってるぞ。さあこの子は横浜だ。どういう食い方。先ほどの惨事を別アングルからどうぞ。クマクマの口から噴射されたハンケル状の物体がマナピーを直撃。マナピーの精神的ダメージは破壊しきれない。お前来た来たね、こいつ吐き出しやがった。今は男性横浜が遅れてます。酒飲むなよ。からまたちょっと待って、いつらでも横浜から動くる。ダンロップちょっと来たね来たね来たね、マサヤ。マサヤの口から発射された物体は確実にマナピーの急所を捉える。さすが一流戦士、この辺りは外さない。明日使うのに俺もうやだこの大会。俺マナピーオートポリス悲劇の連鎖はここから始まっていたのかもしれない。アメリカ撃ってる、アメリカ撃ってる。さあさあさあ、アメリカか、アメリカ入れた入れた。速い速い、横浜横浜一応ですね、すいません、これ順位決めなきゃいけないんで全部食べてくる。汚ねえな、まさやな、汚ねえよお前。東洋のせい、お前らグルメかよバカ。うまい、うまいじゃねえよ、ちょっとちょうだいって。ちょっと待って、東洋に加勢したぞ、おイグサが。さあそして酒、お前体悪いんだからさあ俺なんか俺の周りゲロ臭いんだよこれ。グッドイヤー、今行きました。3位、待って、4位5位来ますよ、これシリーズ戦なんて。この前行ったもう東洋はグルメですよね。いかがですか、ね、味は。あの野菜がいっぱい入っててヘルシーで美味しい。ヘルシーですね。あの正夫さんいかがでしょう。もう卵が入ってるやつがあって美味しいですね。これさ、ダンロップまだ残ってんの。まだ残ってる、はいはい、もう早く早く、それそれ、グイーンとグイーンとだって酒だ。アベちゃん、なんとかしてよ。大体今いいか。はい、いました。はい、4位決定、チームダンロップということで、5位は、東洋タイヤということになりましてね。第1戦の結果はご覧の通り、やはりチーム横浜強し。優勝しました、チーム横浜のお二人には明日ですね、ハンバーガー食べ放題。嘘です。タイヤメーカー対決なんで、実はですね、30秒のチーム横浜の PR タイムがゲットです。ね、これを貯めていくとビデオがほとんど横浜の PR。そうです。本番は明日でございます。選手たちでございます。大きな拍手をお願いいたします。乾杯。ありがとうございました。になんか酒回ってきたし、体臭いし、冗談じゃねえよこの企画。最悪だよこれ。文字通り体を張ってくれたマナピーに感謝、次戦もお願いしますね。それでは商品の横浜 CM をどうぞ。